アルピコ交通は運転手不足などを理由に、長野市と松本市を結ぶ高速バスの路線を来年3月末で廃止すると発表しました。アルピコ交通によりますと、来年3月いっぱいで廃止する高速路線バスの長野松本線は、1日10往復20便で平日のみ運行しています。新型コロナ流行前の2019年と比べ、 運転手の数がおよそ15%減っていてその後も確保できず運行の継続は困難と判断しましたまた往復の利用者も1日140人ほどでコロナ禍前の半分程度に落ち込んでいるということです長野松本間は JR 篠ノ井線があることも考慮したとしていますアルピコ交通は路線開通以来 多くのお客様にご利用いただき感謝している。不便をおかけして大変申し訳ないが、ご理解いただきたいとコメントしています。